歴史国道とは歴史上重要な幹線道路として利用され歴史的文化的価値を有する道路として国土交通省が選定した道路である。国土交通省による歴史国道の定義は一里塚、石書、並木、宿場などの歴史的な面影を残していて文献などによって歴史的評価が定まっている道を指す。さらに選定の基準として かつて人や物資が往来した形跡が残されていて、将来にわたって、それら歴史的価値のある文化財や遺構を守り保護して、生きながら、新しい文化や情報も往来する道路としていくことが求められている。日本の道路は、明治時代に自動車が登場して、以来、自動車交通に耐えられる道路づくりの行政が行われてきたため、旧街道筋に植えられていた並木は伐採されたり、 一律化や道標が次々と撤去されて道路拡幅が行われてきた。そのためかつて人々や物資の往来で文化がもたらされた旧街道は大部分が姿を消していった。このような背景から一部で残された旧街道を貴重な文化遺産だとして保存していこうという動きが起こり歴史上の重要な役割を果たしてきた幹線道路で 王子の面影をとどめている道路を歴史国道に指定して国土交通省が中心になって復元整備に取り組んでいる。歴史国道を通じて道の果たしてきた役割を見直して道の文化や歴史を知ってもらうことを目的として、またその当時の佇まいを後世に残すという意図もあるためアスファルト舗装を剥がして石畳舗装などに戻したり、 電線共同校を整備して、電線を地中化して、電柱をなくし、道標を復元するなどの整備が行われている。江戸時代以前に広域的な道路ネットワークを形成していた道路の一部だったなど、地域間交流に重要な役割を果たしてきた道路であることが条件となっている。さらに、街道が残されているとともに、地元が歴史や文化を活かした。 地域活動の構想をしっかり持っており、国が行う整備に合わせて様々な行事を開くなど、地域活性化の発信基地となることが必要な要件となっていて、次のような選定の基準がある。歴史国道は赤松並木の美しさで定評がある。函館市郊外の赤松街道、中仙道の妻子塾と馬込塾、鯖街道の別名で知られる、若狭街道の熊川塾。 日本最古の感動で知られる、竹内街道、国神方、西街道など全国24カ所が指定されており、1995年6月に12カ所、1996年3月に12カ所選定されている。北陸道の栗から峠、中仙道のつまご宿、まごめ宿、山陰の岩見銀山街道、四国の湯柄街道などは文化庁が選定した。 歴史の道百選とも共通するが、それらは文化的価値のある道という認識で共通しているためである。化粧坂の茶道出展、ありがとうございます。